台湾の鉄道。台湾の鉄道は台湾で運行されている鉄道の概要を記す。また、日本統治時代の台湾の台湾総督府が経営する鉄道は台湾総督府鉄道を参照。台湾の鉄道は台湾島内にのみ存在しており、その種類は経営主体別に一中華民国行政院の各局が経営する国営路線に各校舎が運営する。 公社路線、三民間が運営する民営路線、及びに四島業、遠業、林業会社などが運営している軽便鉄道、地元では、機関が標準機の半分という意味の五分車と呼ぶの四種類に、大別することができる。普通鉄道、大鉄、高鉄、有山森林鉄道などの駅は、台湾加護で、車ン、ピンイン、チェザンヌ、中音ピンイン、 チェイハン、カシャタン、台湾語では、車等、ただし車内放送では、台湾語読みで、車タンと発音していると表記される。一方、20世紀末に、台北から広まった各都市の早運駅は、タン、ピンイン、ZHN、中音ピンイン、JHN と表記されるのが、一般的。なお道路交通でもバス停留所をタンあるいは、校車タン、 バスターミナルを客運ンあるいは天運搬などとガソリンスタンドはカユタンと表記される。台湾の歴史上で最初に鉄道の施設を決めたのは新朝統治時代末期に台湾巡部として台湾に赴任していた流明殿である。機関は 1067mm 狂気を採用し、1887年、高所13年にキールンから台北を経て、 新築に至る区間の工事が始まった。路線はまず1888年7月に、初代台北駅、大井根、現代北市大道区から鈴口、現代北市松山区間が、先行開通し、新所の鉄道トンネルとなる支給冷水道の観光、1890年8月を経て、1891年、高所17年10月に、 台北駅キールン駅間の 28.6km が開通した。当初、1日1往復の運行、旧正月運休で、所要時間は1時間強であったという。その後、路線は1893年10月、高所19年に新築駅まで延長され、総延長は約 100km となった。新庁当局は、 線路の終着点を台南にまで伸ばす構想を持っており、新築駅から先頂き付近まで線路の基盤工事を行っていた。だが、日清戦争以降の混乱で建設は頓挫し、台湾総督府が設置されるまで本格的な鉄道建設は行われなかった。その後、日清戦争を経て台湾が日本統治下に入ると、日本は台湾の経営のためには、 鉄道整備が欠かせないと考え、1895年、明治28年6月10日に台湾鉄道線区司令部を8月25日には臨時台湾鉄道隊を設置して既存の鉄道の管理、輸送を担当させた。台湾総督府が設置されて台湾統治の基礎が固まると1899年、明治32年には 総督府鉄道部管制が交付さて鉄道が総督府鉄道部の管轄となり、それまで軍用中心であった鉄道を次第に民間輸送へも開放するようになり、本数も費用を大きく得ず往復へ増発された。そして総督府は続いて台湾縦間鉄道の建設に取り掛かり、既存の施設を抜本的に改修した上で、1九0 8年、明治四十一年四月に縦艦線のキールン、 高尾間 404.2km を全通させるに至った。他にも、京弁鉄道規格の台東線、東カレン港台東や、有山森林鉄路なども付設し、台湾の近内化を進めるに大きな役割を果たしたという。その日本統治時代の鉄道最盛期といえる1940年、昭和15年10月には、中間線に、 食堂車を連結した急行列車が2往復、台東線にも1往復の急行列車が走っていた。なお、京弁鉄道企画の青東鉄道や森林鉄道も旅客営業を実施し、最初の営業が新営省、原新営から塩水港、原塩水管で始まったのを皮切りに、台湾西部を中心に路線網を築いていった。太平洋戦争。 大東亜戦争で1945年に日本が敗北すると台湾は中華民国南京国民政府の統治下に入り台湾総督府鉄道も中華民国当局によって接収され台湾鉄路管理局に組織改編されたその後国民政府は国境内戦の敗北で中国大陸を中国共産党に奪われ1949年に 中央政府を台湾へ移転せざるを得なくなった。以後、台湾国民政府が中華人民共和国と共に中国代表国家の座の正当性を主張する二つの中国の時代に入り、台湾でも1987年7月まで改憲令、動員館時期臨時上官が発動されると異常事態となった。鉄道はそんな中でも台湾の重要な産業、 軍事設備とみなされて整備が進み、まず1978年から1979年にかけて中間線の電化が進められた。また、1980年2月に北る線が完成して、台東線と河連新駅、現河連駅で接続、1982年には、その台東線が 1067mm に改め記されて、北る線との直通が実現し、 さらに1991年には、南巡る線が開通して、関島鉄路、台湾一周鉄道がようやく完成した。青東鉄道の最盛期の1950年代には 3000km に達する路線があり、このうち41路線、延長 614km では旅客営業も実施。しかし、1八十二年七月十六日の日吉線。 北高、かよし間を最後に旅客扱いは全廃入れてしまったが、今一部の政陶工場は定期のトロッコ列車が運行されている。2007年には車両は日本の新幹線方式を電気、制御系統はヨーロッパの TGV 方式を採用した台湾高速鉄道が1月5日に試験開業し、3月2日に台北左 A 間で正式開業した。 この高速鉄道の開通に伴い、大鉄は西部幹線の輸送体系を従来の長距離輸送主体から近距離の通勤通学輸送を主体とする体系にシフトすることを決定し、大鉄都市運化という計画を作成した。中華民国による台湾鉄道の動力近代化、無煙化は1950年代から始まり、ディーゼル機関車はアメリカ。 機動車は日本で製造されたものが大鉄に投入された。その後、1972年の日中国交正常化で日華関係が冷却化したこともあり、1970年代後半の西部幹線の電化はフランスの技術支援によって行われ、電気機関車はアメリカ、電車はイギリスや南アフリカ等日本以外の国から導入された。そのため、台湾の鉄道は。 様々な国の技術を混載したものとなっている。ただ、2000年代以降は日本からも電車を導入しているほか、台湾で製造された車両、台湾車両も登場し始めている。での民間による建設、運営、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。